ある意図に基づいて、特定の商品、株式、土地などを買い集める行為。商品の市場流通の減少による値上がりで利益を得る目的の買い占めが多いが、経営権を取得する目的での株式の買い占めも少なくない。また、商品の値上げ、生産終了、品薄への対応を目的とした、いわゆる駆け込み需要によるまとめ買い目的の買い占めも存在する。 いずれにしても、買い占めを行う個人、または団体が利益を得ることが目的の主であるが、その一方で、単純に個人の趣味思考で行われる買い占めもある。買い占めという言葉は、単独、または少人数、小グループが、市中の品や店舗の在庫の大部分を買い上げることを指す。多くの人が特定の商品を買い求めた結果、 市柱から消える状況は単なる需要超過であり、買い占めとは呼ばない。買い占めで商品が売り切れたコンビニエンスストア過去の日本では、買い占めや売り惜しみによる食料価格の高騰で、打ち壊しや米騒動といった暴動、騒動が発生している。また、先の二つとは性質が異なるが、第一次オイルショック期には風評によって、 トイレットペーパー騒動も発生している。2011年の東日本大震災の直後から、東日本を中心に、ミネラルウォーター、米カップラーメン、乾電池、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、使い捨て回路などの買い占めが起こった。2017年6月、中東のカタールが、周辺諸国から国交断絶を突きつけられた際には、 首都ドーハのスーパーマーケットの商品が買い占めされる状態となった。真剣に欲しい人からすれば迷惑な行為のため、非難するものや資本主義の観点から問題ないというものまで様々である。しかし、買い占め行為により値を釣り上げるもの、釣り上げようとするもの、売り惜しみをするものがいる。それらのものが河川的であったり影響力があった場合、 経済そのものに影響が出る場合が多い。ありがとうございます。